アレックス・ギブニーはアメリカ合衆国のドキュメンタリー映画監督、プロデューサー。2005年のエンロン巨大企業はいかにして崩壊したのか。で第78回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞の候補に上がり、2年後の闇へで第80回同賞の受賞を果たした。さらに2010年のクライアント9、ザ・ライズ・フォール・オブ・エリオット・シュ・ピッツァーでも 第83回同賞にノミネートされている。父親は太平洋の世紀などで知られるジャーナリストで、ブリタニカ百科事典の日本語版編さんにも関わったフランク・ギブ・ニー。イエール大学で学士号を取得後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校大学院で映画を学ぶ。1982年、自身の制作会社ジグソープロダクションズを設立。 1992年に PBS で放送された父の著作のテレビシリーズ化太平洋の世紀アメリカ人ジャーナリストが見たアジアでニュースドキュメンタリーへ名称歴史番組賞を受賞2003年に同じく PBS で放送されたマーティンスコセッシが制作葬式を務めピム・ベンダースやマイク・フィギスらが監督した音楽ドキュメンタリーシリーズザ・ブルース・ムービー・プロジェクトでは シリーズ全体のプロデューサーを務めた。ニューズウィーク、ロサンゼルスタイムズ、ニューリパブリック、シカゴリーダー、サンフランシスコクロニクルなどに寄稿している。2010年、ウネリーダー氏の25ビジョナリーズフワー,ーチェンジング・ユア・ワールドに選ばれた。多作で知られ、2005年から2010年の間に10本の監督作品を世に送り出した。映画評論家の町山智広は、 ギブニーはマイケル・ムーアのようにカメラの前に出てくることはないが、その作品には一貫するテーマがある。人間の心理の危うさだと評している。2008年6月19日、ギブニーの会社は闇絵を配給したシンクフィルムが同作の公開、宣伝を十分に行わなかったため損害を被ったとして業界団体に仲裁を求めた。 ギブニーによると映画は28万ドルしか稼ぐことができなかったという、ありがとうございます。